巣箱巣箱は動物が住みつき生活しやすいように作られた箱である。鳥類でも小型のもの、小鳥のほか、昆虫を含む小動物向けの様々な巣箱が制作、利用されている。巣箱は巣を作りそこを生活の拠点とする性質のある動物の生活を助けるために人間が制作、設置するものだが、これらは家畜やペット内視観察や、 人工繁殖させるために飼育される動物を対象する場合もあれば野生動物の保護のために自然の環境中に設置される場合もある。その多くではこれら動物が人工物を嫌うことから木材でできたものが主流である。目的にもよって様々な巣箱が存在する野生動物に対して用いられるものの場合、比較的よく見るものとしては小鳥のために 木の幹などに設置されるものがある。これは、目的の大きさの小鳥が入りやすいサイズの穴が開けられている反面、蛇など、肉食の天敵が入り込みが太陽に工夫された出入り口を持つ。また、風雨で内部が水浸しにならないよう屋根構造を持つ。英語では、バードハウスと呼ばれるこれらの箱は、小鳥にとって快適なシェルターであると同時に、繁殖に適した巣穴となる。 繁殖シーズンになると、小鳥はこの巣箱の中に木の枝などを運び込んで巣を作り、その中に卵を産んで育てる。巣箱を使う家畜には、鳥類の他に蜜チがある。養蜂では、養蜂箱と呼ばれる家畜化した蜜チが繁殖しやすいよう、工夫された専用の巣箱が用いられる。この箱は、内部の蜂が炎装しやすいよう工夫された構造となっているが、 この中に蜜チが営像した場合に、それらはパネル状になった複数の巣からなる一つの社会を形成する社会性昆虫。この巣箱は出入り口が閉鎖できるようになっているほか移動ができる。養蜂家はこの巣箱を花のある場所に運搬して蜜チを放つと、バチは巣箱を中心として集めた蜜で巣箱内の巣に蜂を蓄える。この蜂蜜を人間が集めて利用するほか、 巣の素材である蜜楼なども利用できる資源として得ることができるのである。鳥類の場合、一羽やその都外から得られる資源はこうが知れているため、大抵は鳥小屋など、複数の鳥を飼育するための建物が利用される。しかしその小屋の中に仕切りを設けて、おののを巣箱状にする場合もあり、鳩などでは食用にせよ電書バットのような通信用に、せよ、一羽ずつ分かれて、 住めるような構造も見られる。ペットの飼育において小鳥の場合は鳥かごの中に小鳥が安心してゆっくり休めるよう巣箱を設ける場合がある。またハムスターやネズミなどの場合でも箱状の巣を設置する場合がある。巣箱の設置が自然保護活動の一環で自然の森に巣箱をかけることで鳥を保護を目指す運動も見られる。ただしこれには 様々な問題があり、改良のための努力や議論も行われている。以下にその問題と取り組みを示す。一般的な大きさの巣箱を利用する鳥類が、ごく一部の種に限定されることが指摘される。巣箱を利用する鳥は、木のうろ、木の幹にできる空洞樹洞などの穴を巣として利用する鳥であり、枝先などに開かれた巣を作る鳥は利用しない。日本では、 巣箱を利用する鳥は、ラ重マ山柄などのカラ類や、ムクドリ、アオバズク、フクロウ、特大巣箱を必要とするなどに限定される。このためいくら巣箱を設置しても、野外の大部分の鳥類にとっては意味をなさない。また、ドイツでは、隣接した森林で片方に巣箱を設置した、比較実験を行ったが、巣箱が用意された側の林では、 コラス製の鳥類が激増したという、巣箱の設置が鳥類症、鳥類の種類ごとの分布や比率といったバランスを大きく崩す可能性があり、人為選択にもつながりかねない。この問題に対しては、鳥の種別に適した巣箱を作り、目的も特定種の鳥類の保護に限定した活動とする例もある。例えば巨木の少なくなった環境では、 フクロウの映像が可能な大きなウロもその数を減らすため、フクロウ保護のために専用の巣箱をかける活動や森林性のコウモリの保護のためにコウモリの習性に即した専用の巣箱を作っている先例もある。動物の生息域を維持するには、その巣作り以前に餌を得たり活動する場としての自然環境が必要である。これは自然環境保全や 損なわれた環境の回復に向けた包括的な活動を意味するが、これは往々死にて膨大なコストと時間及び継続的な努力を必要とする。その点で、巣箱を設置する活動は、巣作りの場を確保するその場限りの対応策である。ものの、その巣箱が朽ちて壊れるまでのしばらくの間は明確な形として残り、その動物の保護になっているというような幻想を、 開かせる可能性も上げられる。ただ映像の場のみ提供し、それ以外の野生動物の性質に沿った環境を整え忘れた保護活動は中身のない、結果的にそれら動物の保護にはつながらないものとなる問題が指摘される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。